念の表像。ままに。律令に従え。後悔するぞ。風を知れ、風の雲の行くごと。宝探し、これもまた一興です。前回と同じく、カズハ殿だけがいませんな。よし、
ここはあたいたちに任せとけ。
これでよし。カズハ、ちょうどいいところに来てくれた。見ろ、この石をどう思う？精巧で趣深いでござる。これは本にあった山の景色なのだ。異国には雲の中にそびえ立つような名のある山がたくさんある。機会があれば外に出て見てみたいものだな。父上にその気さえあればいつでもお行きになれよう。そんなことを言ってはならぬ。この父は楓原家の現当主だ。今や楓原家は衰退したが、やるべきことは昔と一つも変わらぬのだ。ただそうだな、このように父上の道。父上。カズハ、一つだけ覚えておいてくれ。家族は大切なものであるが、夢縛られてはならぬ。人のため家はあるのだ。過去の一件は家に大きな影響を与えたが、それは子孫にまで負わせねばならぬような重荷ではない。もしいつかそなたが退屈な人生に会いたら、全てを置いて外に出なさい。あい、わかった。ご孝明は金金。今日は楓原殿にお会いするために参った。お手合わせ願う。お主のような武士と戦えるとは、かずはも光栄に思うことであろう。かずは、しかと備えよ。
拙者には消せぬ。カズハ、約束を忘れたのか。本当に全てを諦めるのでござるか。確かに今は大変な時ではあるが、父上には拙者がいるであろう。確かに父上ならば、拙者の年にはすでにおじい様のおち。カズハ、そなたにそのようなことで己を責めさせるとは。楓原家は過去の過ちのためにあまりにも多くの代償を支払った。刀鍛冶は我が一族の責務であるが、家業だけがお主の全てではないのだ。怪我をした獣が罠から抜けようとすれば、挟まれた後ろ足を切り捨てる苦痛に耐えねばならぬ。もしそれを損と思うならば、罠を離れずともよいが、もうよいのだ、カズハ。
当主でありながら一族を復興できず、そなたに名門氏族の若君としての何世代にもわたった苦痛は今日で終わりにしよう。家業を捨てる悪名はこの父が背負えばよ。父上、やめてくれ。それにもしその日がしばし待たれよ。楓原家はいずれ拙者が継ぐのでござろう。おい、俺様と勝負しようぜ。あ、返事がねえな。まさかビビってんのか。お主らごとき楓原家を相手取る資格はない。楓原家は衰退してしまった。カズハの声だ。あや、違う。見た目はそんなに違わないけど、こいつは多分ただの幻影で、オイラたちと一緒に来たカズハじゃないんだ。もし拙者がもっと優れた武芸を有していれば、きっと父上の力になれたであろうに。ならぬな。家のことで頭がいっぱいで、またうっかりやってしまった。春の野に霞たなびき裏がなし、この夕陰にうぐいす鳴くの。できぬと知りながらなそうとされているが、それでも行き詰まっておられたことはない。それが父。やっぱりまたここに閉じ込められてたんだな。これも法則によるものかもしれぬな。オイラたちまた元凶の迷宮に入ってしまってたんだ。人気はすっかり減り、調度品も昔のような華麗さではなかったと。お主らが見たのはおそらく衰退の一途をたどる楓原家でござろう。でも元凶の中のカズハは。それには私も同意するわ。今のカズハ殿と比べれば、あの幻影は多くの、確かに重い運命を背負っていました。それは今の拙者が成長したということ。皆に未熟な己を見られようとは、稲妻を離れてから拙者は長く各地を流浪していた。昔の自分に会えればよかったのであるが、今の拙者を見ればあの頃の拙者にもきっと分かった。人生の道のりは長い。それゆえ拙者は旅に出るのでござる。拙者の思っていた通り、元凶の鍵は盆景でござる。それじゃあ月山探しを続けようぜ。